シャイニーなステージの後はシャイニーなバーベキューのスタートです。たくさん用意したから、あなたもたくさん食べてね。自分たちで収穫した野菜もたっぷりあるけれど、バーベキューらしく他の具材もたくさん揃えてあるわよ。例えばメリー特製ゴージャス焼きとか。それは後のお楽しみにとっておいて、まずは野菜を満喫しましょう。新鮮な野菜はそのまま素材の味を楽しんでも美味しいけど、味付けやディップを工夫してもいろんな発見があるから試してみない？マリーのおすすめはやっぱりレモンかしら。あ、野菜にレモンってピンとこない？そんな顔してたわよ。こういうのは説明するよりも食べてもらった方が早いから、早速カスタマイズするわね。まずはアルミホイルで蒸し焼きにしたポテトをオープン。スライスしてじっくり焼いたポテトにスパイスの入ったソルトをかけて、レモンをギュッと絞るの。はい、食べてみてね。とってもデリシャスでしょ。あなたって美味しいものを食べると自然と笑顔になるから、わかりやすくて好きよ。他にもたくさん用意してあるから、どんどん楽しみましょう。みんなにもマリーのシャイニーなアイディアを届けてあげたいわね。じゃあ、あなたに全部味見してもらって、その中のベストをおすすめしちゃうのはどうかしら。たくさんあるからいっぱい食べてね。